では細川選手です。よろしくお願いいたします。ではまず今日の大会を振り返って、お願いいたします。試合を重ねるごとにどんどん調子も上がってきて、最後も自分の組み手ができてよかったです。では何かご質問ありましたらよろしくお願いします。ちょっと基本的なことから聞きたいんですけど、大きな大会で その入賞経験というのを聞かせてもらえますか。入賞経験はほとんどなかったです、ね、ほとんどない。ほとんど、はい、中学校の時ぐらいでしたね。それは何の中学校の、それもそんなに大きくない試合なんでそこまで覚えてないでいきなり大きな大会でここまで勝てたっていう理由は。そうですね、もう いろんな試合出てきて自分の出せなかったんで、その悔しさをバネに毎日練習を重ねてきて、それが今につながったのでよかったです。今この、結果っていうのはどう受け止めてますか。とても嬉しいです。努力が実った。大会ちょっと全体を振り返ってもらいたいんですけど、はい、ポイントになった試合は何でしょうか。やっぱり1日目の岡崎選手の、勝てた理由は何でしょうか。勝てた理由、最後まで諦めずに打ち合ったことです。どんな印象でした、戦って。やっぱり去年のチャンピオンなんで手数も多くてとても強く感じたんで、負けずに体力面と体力面は。なんかこう対策とかしてきたんですか。一応去年の試合の動画とか見て、対策を、一応対策はしました。言える範囲でどんなことやってきたんですか。言える範囲はやっぱり手数が多いんで、それ以上に勝る手数を出せるように体力面とか力もつけて、ずっとそこを重点的に練習してきました。その後の試合も結構厳しい試合が多かったと思うんですけど、山田選手とか松本選手とかね、いたんですけど、どうでした、ね、山田選手は2年前の試合で一度負けていたんで、もう今年こそリベンジしようと思って気合が入ってました。松本選手は大石、あ、ごめんなさい、大石選手、大石選手もとても有名な、ジュニアの時から知っていた選手なんで、もう勝ちたいと思って、その気持ちで。その勝因としては気持ちと手数ですか。そうですね。あと、いろんな人からの応援がとても心強かったです。スケール級結構バンクラスが多いっていうのは毎回なんですけれども、それをこう自分でこうやったっていう、そのなんか手応えっていうのはありますか。とても実感がなくて、まだ夢見てる感じなんで、ちょっと。今後のなんか目標とか。今後は、そうですね、まだ先のことは分からないんで、ちょっと。一応練習には励もうと思っています。来年のこの大会は。来年は機会があれば。出たいと思っているんですけど。試合中も笑顔を見せてましたけど、はい、どんなこう気持ちがこう。そうですね、その辛い時ほど笑っているっていうのが僕の一番の、もう辛い時ほど笑ってたら、力が出てくるというか、もう辛い時でも笑っとけみたいなが僕のモットーなんで、もう笑顔で戦うのが一番自分の力を出せると思って、ずっと練習でもそれをやってきてます。
話を聞いたら、就職された就職はしてないですね。でも専門学校なんで、そのままちょっとこれから忙しくなるんで、ちょっとこれから先のことはちょっとまだわからない。だいぶ忙しくなるんじゃないかっていう。あ、そうですね。めっちゃも忙しい。環境がじゃあこれから変わっていく。そうですね。もう今もちょっと忙しくて、ちょっとまだわかんないですね。他なんかご質問ございますか。大丈夫ですか。ありがとうございました。ありがとうございました。